まさかこんなものがな。幸運だな、確かに。え？この文書は夜部大名が武器輸送に関わっていることを証明する。さらにもう二度と聞くことはないと思っていた名前があった。待たしてるか。ん？先生。おお、隼人殿、加わってくれると決めたか。なんというかな、上様は気前がいいんでね。これを見てくれ。この文書に琢磨殿についてのことが記されている。琢磨？待て、あの大阪城で助けてくれた社主のじいさん、大砲で死んだかと思っていた。どうやら生きているらしい。文書によれば夜部大名のもとで捕らえられている。鶴山にある古い寺院だ。今井町からは相当遠くないな。確かに。その寺院はもともとは違法武器の輸送で使われておったと疑っておる。琢磨って借りのある人だ。拙者はすぐに鶴山に向かおう。俺たちはどうすればいい？夜部大名との対立はさらにありえそうになった。情報を集めてすぐさま行動を起こすべきだ。寺での助けは欲しくないのか？心配はいらぬ、隼人殿。拙者の昔からの付き合いのある方と向かう。ところで、ユキ殿がお主から指導を受けられるようにすると約束をしておる。待て、なんだって？二人で夜部大名の御殿へ偵察に行ってもらう。卓上に指示は残しておいた。見つけられるものはすべて見つけて、拙者の帰りを待たれよ。会うって言ってたのは誰かしら？まあすぐにわかるだろう。とにかく夜部の御殿がどこにあるか確認しよう。はい、先生。私が先に着いてしまったか。もしかして連絡が届いていないのだろうか。ごきげんよう、無限様。おお、愛子殿。この人里離れた山の中、そなたのような美女にお目にかかれるとは、なんたる幸福か。あら、無限様ったら。そんなこと言うためにここまでいらしたのかしら。そうだとよかったのですが、拙者より先に来ていたようですな。何か気づいたことは？おしゃべりな見張りがいるわ。滝のそばに捕らえ人がいると。琢磨殿に違いない。いかがしましょうか。寺に仕える女たちがいるわ。服をいただいてなりすましましょう。そうすれば自由に動けて金を鳴らせるわ。紛れ込む。なんと美しい計画。拙者が見初めたそなたの魅力の一つだ。いいでしょう。琢磨殿のところに着いたら。隠れて、誰か来る。失態を埋め合わせてくれるかの。御意、夜部様、僧の仕事を増やしております。
拓馬も同様です。ことはすぐ終わる。老人はすぐ不要になる。山から逃げ出さぬようにしておけ。仰せのままに。ヤブ様、時間通り輸送を行え。これ以上の遅れは許さん。ヤブ大名、近いうちにまた会うであろう。今は拓馬殿の解放が先だ。そうね、始めましょう。ショーの始まりね。これは許さん。抵抗が待っておるぞ。そこにいよう。京都に着かねばならぬ。もうおしまい。終わった時じゃろう、おそらくな。見られないようにするのよ。幕開けね。かんざしよ。しっかり見張る人たちようね。移動中よ。特別な来ない。まずは変装が必要ね。最も優雅な小道具ね。単なる部屋品ね。終わらせてみせるわ。密かに。移動中よ。忍耐こそ上様の最強の武器である。慎重に進もう。忍耐だ。用心深くね。敵の視野に入らないように。忍耐あるのみだ。もったいないな。これには誰も抵抗できない。見られないようにしっかり見張る人たちようね。機は熟した。上様のための刃、最後はここ違う経路にしろ。何事も優美に。簡単に隠れられるわ。優雅な死。疑惑は命をもってお守りせねばならない。気づかれないままね。栄光が待っておるぞ。もしできなければ、ヤブ様がお前の任務のためだ。いつでも準備はできているわよ。最も優雅な小道具ね。優雅。今度無用。遅れは許さん。静けさが私たちの味方よ。ああ、これがよい。我が命、格上様に捧げようぞ。分かってるだろう。時間は無駄にしないわ。ショーの始まりね。なら違う。特別な、ふっ、単なる一滴。油断してはならぬ。失敗はせぬ。ああ、疑惑
おとりは設置した。お守りせねばならない。一杯どうだ、友よ。刀を使うとしよう。二馬車。見覚えがある。確かにここが武器層の根源に違いない。門は守りが固い。けど他に道はあるはず。何かないか探しましょう。お前の首を取る。柔らかいショーの始まりね。静かな意思表示。遅れは許さん。変装がないわよ。最も優雅な小道具ね。しっかり見張る人。京都に着かねばならぬ。分かってるだろう。特別な粉よ。しっかり見張る人たち用ね。もう少し違う経路にしろ。敵気づかれないままね。疑惑は命をもってお守りせねばならない。拙者の役目は明確だ。向かっている。もしできなければヤブ様がお前の首を取る。目立たないようにします。計画実行中。特別な粉よ。ふっ。ファンザシよ。優雅だし。遅れは許さん。終わらせてみせる。京都に着かねばならぬ。分かってるだろう。潜入してきます。私がいない間おとなしく待っていてくださるかしら。そなたの美しき後ろ姿に心とらわれ、動くこともままならぬでしょう。なら違う経路にしろ。いけないわね。優雅な解決法ね。はっ。荷車、馬車、武器。疑惑は命をもってお守りせねばならない。なんて物騒な場所だ。もしできなければヤブ様がお前の首を取る。最も優雅な小道具。問答無用。これは許さん。移動中よ。優雅な着地ね。用途に着かねばならぬ。分かってるだろう。どうしよう。密かに。そこのお前、あれは何だ。周りを見てみましょう。優雅な解決法ね。命をもってお守りせねばならない。忍耐こそ最強の武器である。
そこにいよう。もしできなければヤブ様がお前の首を取る。静けさが私たちの幕開けね。潜入してきます。私がいない間おとなしく待っていてくださるかしら。そなたの美しき後ろ姿に心とらわれ動くこともままならぬでしょう。移動中よ。京都に着かねばならぬ。分かってるだろう。違う経路にしろ。機は熟した。物音を立てずに動こう。失敗はせぬ。敵の視野に入らないように密かに終わらせてみせるわ。移動中よ。ショーの始まりに優雅な解決法ね。忍耐こそ最強の武器である。慎重に進もう。命を持ってお守りせねばならない。上様の隠れていよう。見られないようにするのよ。まずは変装が必要ね。しっかり見張る人たち用ね。幕開けね。ヤブ様がお前の首を取る。我が命上様に捧げようぞ。忍耐だ。任務のために死んだ。どこに引き上がった。向かっている。柔らかいお辞儀、静かな意思表示ね。準備はできておる。気づかれないままね。計画実行中。終わらせてみせるわ。潜入してきます。私がいない間おとなしく待っていてくださるかしら。そなたの美しき後ろ姿に心とらわれ動くこともままならぬでしょう。だといいんだが。物音を立てずに動こう。任務のためだ。酒だ。もったいないな。上様のための刃だ。一杯どうだ、友よ。最後はあっけなかったな。ああ、これが良い。上様のために失敗はせぬ。
いつでも準備はできているよ。ショーの始まりね。優雅な着地ね。何も着ないわけにはいかない。最も優雅な小道具ね。荷車、馬車、武器、なんて物騒な場所なの。しっかり見張る人たち用ね。幕開けね。特別な粉よ。しっかり見張る人たち用ね。まあ、いいかな。最も優雅な小道具ね。拙者の役目は明確だ。引退だ。もっと良い道があるに違いない。向かっている。赤い葉、そして朝の雪。そうだな。どうしよう。しっかり見張る人たち用ね。忍耐あるのみだ。時間は無駄にしないわ。最も優雅な小道具ね。あの、油断してはならぬ。失敗はせぬ。物音を立てずに動こう。慎重に進もう。寺に入ったぞ。状況はいかがです、愛子殿。いろいろ隠されたものがあるわ。過去にいろいろありそうね。記録がないか探してみましょう。無限様らしい方。けれど今は先にすべきことがあるわ。敵の視野に入らないように。優雅な着地ね。特別な粉よ。栄光が待っておるぞ。拙者では力が及ぶ。ああ、おとりは設置した。隠れていよう。ああもったいないな。任務のためだ。おとりだ。おとりは設置した。これには誰も抵抗できまい。どこかにはしごはあるか。ああ、やつが瓶を持ってったな。忍耐こそ最強の武器である。失敗はせぬ。上様のために。柔らかい文字、静かな意思表示ね。誰かいるのか。風か。我が命、上様に捧げようぞ。隠れているのか。静けさが私たちの味方。気づかれないままね。単なるヘアピンね。死ぬには上様のためかもしれん。おとりだ。おとりは設置した。これには誰も抵抗できまい。何事も優美に。計画実行中。油断してはならない。任務のために死んでもらう。見られないようにするのよ。終わらせてみせるわ。
共に戦うから強くなれる。いつでも準備はできているわよ。幕開けね。敵の視野に入らないように密かに優雅な解決法ね。移動中よ。準備はできておる。物音を立てずに動こう。慎重に進もう。隠れていよう。命だけは任務のためだ。そこにいよう。赤い葉、そして朝の雪、ショーの始まりね。移動中よ。見張りの数が僧や巡礼者より多いわ。ここに神の加護なんてないわね。忍耐こそ忍最強の武器である。失敗はせぬ。時間は無駄にしないわ。敵の視野に入らないように。優雅な解決法ね。ああ、これが良い。任務のためだ。そこにいよう。上様のために向かっている。隠れている。お願いを出しますよ。失敗はせぬ。赤い葉、そして朝の雪、気づかれないままね。ショーはっ、優雅な着地ね。栄光が待っておるぞ。物音を立てずに動こう。柔らかいお辞儀、静かな意思表示ね。
見張りの数が僧や巡礼者より多いわ。ここに神の加護なんてないわね。いけないわね。計画実行中。優雅な着地ね。優雅な着地ね。ハヤト殿にも優雅な着地ね。幕開けね。簡単に隠れられるわ。敵の視野に入らないように。ハヤト殿にも優雅な着地ね。まあ簡単に隠れられるわ。気づかれないままね。ハヤト殿にも劣らぬ腕前だ。仲間の忍びのこと、お知り合いになれるのが楽しみだわ。ひょっとしたら彼と互いの技を伝授し合えるやもしれるな。伊賀の忍び、信濃のくの一、いいやりとりができそうね。終わらせてみせ、周りを見てみましょう。そうだ、これも。優雅な解決法ね。忍耐あるのみだ。隠れていよう、上様のために。大と小、慎重に進もう。物音を立てずに動こう。上様からの向かっている。慎重に進もう。隠れていよう。大将、失敗はせぬ。不可能だ。そこにいよう。任務のためだ。
刀を使うとしよう。気を抜くな。上様のために。用心深くね。縫わないと。死ぬにはちょうどいい日かもしれん。上様のための刃だ。大と忍耐だ。物音を立てずに動こう。立ち風。進捗からのかすり。隠れていよう。物音を立てずに動こう。向かっている。これは無駄だ。大と小、そこに行く。ただのかすり傷だ。How the fuck did I get that earlier? That.向かっている。隠れていよう。物音を立てずに動こう。風切り。失敗だ。まだだ。拙者では力が及ばない。刀を使うとし。引退だ。引退大将、近道を探さねば。拙者が最も命を奪える技だ。慎重に進もう。そこにいよう。任務のため骨のある敵だ。上様のための刃だ。上様のために。ただのかすり傷だ。向かっている。上様、何人たりとも生かしておけん。失敗はせぬ。助けてくれ。そこにいよう。物音を立てずに動こう。拙者にはできない。無理だ。風切り。引退だ。ただのかすり傷だ。すまぬ。向かっている。大と小。
隠れていよう。大と小。そこに。物音を立てずに動こう。失敗はせぬ。あそこだ。俺見たんだ。上様のための刃。拙者にはできない。無理だ。刀を使うとしよう。用心深くね。移動中よ。計画実行中。我が命向かっている。上様に捧げようぞ。任務のためだ。時間は無駄にしないわ。ショーの始まりね。幕開けね。かんざしよ。気づかれないまま一滴のうち。終わらせてみせる。しっかり見張る人たちようね。優雅な解決法ね。敵の視野に入らないように。洗濯場ね。衣服の手に入る場所だわ。簡単に隠れられるわ。準備はできておき。引退だ。最後はあっけなかったな。慎重に進もう。助けてくれ。向かっている。見られないようにするのよ。茂みなんかカモフラージュにならないぞ。移動中。ショーの始まりね。洗濯場ね。衣服の手に入る場所だわ。縫わないと。気づかれないままね。簡単に隠れられるわ。これと
忍耐あるのみだ。もったい、上様のための刃だ。なんと一杯どうだ、友よ。そこにいよう。俺のある手。移動中よ。洗濯場ね。衣服の手に入る場所だわ。縫わないと。単なるヘアピンね。ああ、これが良い。一撃。向かっている。静けさ、私たち。最後はあっけなかったな。敵の視野に入らないように。拙者の役目は明確だ。物音を立てずに動こう。上様のために。失敗はせぬ。任務のためだ。そこにいよう。茂みなんかカモフラージュにならないぞ。刀を使うとしよう。俺たち何探してんだ。もうおしまい。上様のための刃だ。隠れていよう。どこに行ったんだ。縫わないと。何もないな。忍耐だ。物音を立てずに動こう。慎重に進もう。助けてくれ。誰かいるのか。任務のためだ。俺らを守ってくれ。失敗はせぬ。どこだ。目立たないようにしましょう。計画実行中。騙されんぞ。とこれと優雅な解決法ね。I should stop here for now. See you next time, guys.